3代目 JSOUL ブラザーズのナオトです。羽田空港第3代目 JSOUL ブラザーズターミナル駅をご利用のお客様にお願いいたします。ただいま当駅で僕たち3代目 JSOUL ブラザーズジャックを実施中です。お写真を撮影する際には譲り合っていただくとともに周囲の方への配慮も忘れずにお願いします。皆様が快適にご利用いただけるようご理解にご協力をお願いいたします。3代目 JSOUL ブラザーズの小林直樹です。こちらは羽田空港第3代目 JSOUL ブラザーズのターミナル駅です。お客様にお願いいたします。京急ではお困りのお客様にはお声掛けするなど快適にご利用いただけるよう努めております。お困りのことがありましたらご遠慮なく係員にお声をおかけください。お客様のご理解にご協力お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。3代目 JSOUL ブラザーズのエリーです。こちらは羽田空港第3代目 JSOUL ブラザーズターミナル駅です。お客様にお願いいたします。駅構内で不審な行為を見かけたときはホームに設置のインターホンで通報していただくか、近くの駅員、巡回中の警察官、警備員にお知らせください。3代目 JSOUL ブラザーズ山下健二です。こちらは羽田空港第3代目 JSOUL ブラザーズターミナル駅です。お客様にお願いいたします。駅構内で不審なものを発見された際は、お手を触れずに乗務員、駅係員、巡回中の警察官、警備員にお知らせください。3代目 JSOUL ブラザーズの岩田孝明です。こちらは羽田空港第3代目 JSOUL ブラザーズターミナル駅です。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車はお客様ご自身だけでなく周囲のお客様にも大変危険です。お時間には余裕を持ってお出かけください。3代目 JSOUL ブラザーズの今井秀樹です。こちらは羽田空港第3代目 JSOUL ブラザーズターミナル駅です。お客様にお願いいたします。電車から降りられた後は電車から離れてお待ちください。事故防止にご協力をお願いいたします。3代目 JSOUL ブラザーズの佐々木宏です。こちらは羽田空港第3代目 JSOUL ブラザーズターミナル駅です。お客様にお願いいたします。各車両には優先席が設けられます。お近くにお年寄りや体の不自由な方、妊娠中や乳幼児をお連れの方がいらっしゃいましたら席をご譲りくださいますようお願いいたします。